ダイナマイトコーポレーション株式会社ダイナマイトコーポレーションは中国、四国地方で家電量販店などを経営している企業。旧社名は株式会社、栄光チェーン。本社は香川県中田土郡多土津町山品455である。1947年に創立され、栄光の店舗名で香川県内各地に家電量販店をチェーン展開していた。 当時の香川県には、家電量販チェーン店は、松屋電機や竹屋電機、後に、デオデオ、現、エイオンのフランチャイズになるなど、極めて少数であった。早くから、ロードサイド経営に着手するほか、ポスシステムも早期に導入、山彦会と呼ばれる、会員制組織による顧客管理と品管理を徹底していた。後に、高知県など他の四国各県にも進出した。 高知県も宮城、後にデオデオとなるが、近年大型販売店としては閉店し、現在は、町の電気屋さんの一部がデオデオとして、ゴーヤ、ショッパーズプラザなどのショッピングセンターの、家電売り場以外に、大きな量販店はなく、県内主要都市を網羅していた、栄光は、当時貴重な存在であった。キャッチフレーズは、幸せの輪を広げる、家庭電気の栄光であった。 大きな転機となるのは、同社最大の証券である、高松市への大型家電量販店、第一高松店、後のデオデオ高松店、後に、夢タウン高松に移転している出店である。激しい競争を繰り広げたが、ベスト電機の郊外型大型店舗の強化、ただし2010年に、高松市から完全撤退、ケーズ電機、当初は株式会社ビッグ S をフランチャイジーとする、 経イ BS として出店、山田電機の進出に加え、西村ジョイなど、ホームセンターにおける家電販売の拡大もあり、香川県内、とりわけ高松市内で厳しい競争にさらされることとなった。同社創業の地、丸亀町商店街にあった高松店を閉店、後に、ダイソー産業の100円ショップ直営1号店の移転拡大店舗となり、現在に至る本店、 本社を、ヤシマ店、現在は閉店、解体され丸中グループ、パワーシティヤシマ駐車場となっているに移し、その後さらに、宇多津県、現在は、ヤマダ電機、テックランド宇多津に移すなど迷走するようになる。そのような中で、ディスカウント型家電量販店へ、業態変更することとなる。栄光時代には、徳島県を除く、四国三県の他に、 岡山県や東京都、宮城県、群馬県、埼玉県、山梨県、静岡県、台湾にも出展していた。秀でチェン時代の有料制会員制組織で以下の特徴があった。なお、会員管理には NEC の N5200 シリーズが用いられ、各店舗に端末を設置、各種情報が参照できるようになっていた。なお、当初はオフライン運用のため、 販売データが店舗の端末に反映されるまでには相当の日時を要していた。店舗ブランド変更後は、エルプを基本コンセプトとした低価格保証を謳い、デヨデオ、ケイズ電機、ヤマダ電機などと徹底対抗した。特に高知県などではヤマダ電機が進出する前に全店変更するなど徹底していた。その姿勢と矛盾する会員組織、山マ会は、 入会無料のポイントカード会員制度に移行。山彦会会員には、年会費相当分のポイント付与付行が期間限定で行われたし、山彦会の修理割引制度も有料の延長保証制度に刷新した。店名を連呼するオリジナルのテーマソングも制定し、店舗内でリピート再生している。しかし、山田電機やケーズ電機の進出、ベスト電機の大型化、 西村ジョイ以外の香川県外資本ホームセンターの出店が加速。特に全国大手の山田経図業者に対して価格競争力で劣勢をかれていく。2005年11月、大手家電量販店、山田電機と香川県のスーパーマルナカと共に株式会社中四国テックランドを設立。これにより、香川県、愛媛県、高知県の主要店舗、 1000坪以上の店舗をダイナマイトからテックランドに改装した。また、それに加え、丸中がベスト電機とフランチャイズを結んでいた店舗をダイナマイトに改装した4店舗、小戸島店、三木店、両南店、琴平店を加え7店舗体制となっていた。株式会社中四国テックランドは2008年10月15日に山田電機の完全子会社となり、 ダイナマイトコーポレーションとの資本関係はなった。これに伴い、丸中資本である、小戸島店、三木店、両南店、琴平店は新たに設立された、山田電機と丸中の合弁会社である株式、会社電気ランドに関され、店舗名を変更しているが、丸中の4グループ入りに伴い2012年に、全店舗とも閉店している。一方、 電気のダイナマイトのまま営業を続けていた店舗も山田電機のフランチャイズに入ることになり、ポスシステムが山田電機のものに置き換えられたほか、商品の仕入れも山田電機のルートを活用することとなった。フランチャイズ入り前に発行されたポイントカードとフランチャイズ後のポイントカードは、カードそのものは全く同一の形状をしたリライタブルカードを使用しているものの互換性はなく、 ポイントの移し回答の手続きが案内された。新しいポイントカードの印字内容は、山田電機で使用しているポイントカードとほぼ同一である。ただし、山田電機で実施されている来店スロットサービスはない。なお、現在も、電機のダイナマイト店舗が存在するが、これらの店舗は2009年5月1日付で、コスモスベリーズの FC 店となっている。また、修理受付は、 香川県中田土郡多土津町山品455本社において行っている。他にも、ハードオフの中国、四国地方の FCKA、2008年1月現在では、ハードオフ11店舗、オフハウス3店舗となっている。また、ワンダーグーのダイナマイト店舗内への出店などを行っていた。そのうち、ワンダーグーの単独店舗は、岡山県内に3店舗運営している。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。